ちょっと女性関係なんですけど、はい、その女性がちょっと危ないなと。危ない危ない、はい、あ、え、そういうことじゃなくて、女性がまあ要は事務所に入ってるから。芸能人、そうっすね、芸能人。これ女性の写真あるんですよ。え、これ一応女性の写真、女性の写真がこれなんですよ。ほんまに、どういうことですか。ちょっと一旦、え、どう、森社長、じゃあ、ほんまに、森社長、OK 言わないです、これは。何がすか。何ですか、何ですか、見たんですよ。いや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 、これが今日の特大のネタなんですよ。はぁ、ふざけんな。それ女優言っていいですか。いや、これは、はい、これはほんまに森先生、OK 言わないですよ。いいんじゃなかったの、女関係。女関係いいんですけど、はいはい、これどっちにしろ大人ですから。ガチなんですか。いや、もうガチっすよ、だからラファさんとの。どっちにしろ大人。完全にツーショットじゃないですか。そうですね、どっちにしろ大人。あ、これみんな、ほんまに何人もいました。その眼鏡かけてる姿、何人もいました。ほんまにあのフライデーとかに乗ってるようなベッド写真じゃないですか、ほんまの。何人もいましたから。何人もいたんですよ。なんでこれ流出したやろって毎回話題になる。何人もいたんだよ。この情報を持ってるコレコレさんの素性を謎でしょ。まだこれ持ってるんですよ。いやでもどっから回る。多分ですけど、僕がこの方と繋がったのは僕の見てるとか解体した僕らの見てる、まあ、はい、みんな見てますよ、はい、でそれなって、その間にいる、まあ、そういう芸能人の方がいて、はいはいはい、その人が僕知り合いで、その人経由で、まあ、それを知り合ったっていう。だから間に持ってる人を悪くは言えないですけど、はい、そんな風に言ってくるレベルなんでお互いで。あ、なるほど、まあ、多分そこから漏れてるんでしょうね。まあそうですね。だってこのレベルってもう多分出したら僕ら行かれるレベルでしょ。だってこれはやるな。だってこれ事故らしい、事故らしい。ここで多分これ事務所の人が持ってるんですか。え、夏も持ってるんですか。確かにこれ普通に多分、いや、これはやっぱちょっとまあ、近いのとか僕アイドル系結構ちょっとつながりがあって、あ、そっからのつながりで仲介が、まあ、そっちですね。もしかしたらワンちゃん5万ぐらい持ってる可能性もありますよ。この写真だけやったらまだごまかせるんで、僕はこの写真だけやったらまあまあ仲いいぐらいで、別に僕はごまかせるんで、はいはいはい、何ややってるわけじゃないし、まあ、そういうフレンドぐらいの感じですね。どういう関係なんですか。どういう関係じゃないですよ、僕は。ちなみにレベル的に言っとくと、はい、かなり売れてますね、現役で。そうですね、 CM も出てるレベル。まあ、そうですね。いや、それはすごい。どういう落とし前つけるんですか、それは。普通にそのYouTuber の知名度のレベルじゃないですね、うん、普通にも全国で。普通に羨ましいですよ。だからこんな感じですよ。やべやべやべ。すいません、ちょっとガッチで怒るじゃないですか。ほんとに怒らないで怒るじゃないですか。僕も笑うとまんダメですけど、これはほんまにお蔵にしてもいいと思ってるんですよ、僕は。ピンすぎて分からへんし、こんなピンやと思んないってクレームきますよ。いやでもまあ別に大丈夫ですよ。いやいやいや、ほんとにほんとに。いやでもまあ、想像以上のある意味闇でしたね。闇じゃないでしょ、別に。まあいいことなんで、別に悪いことじゃないですけど、はい、すごいなっていう意味で、ちょっとこのレベルの人と関係持ってる YouTuber ほぼいないです。まあ、アイドルと付き合ってるってのはいくらでもいますけどね。まあ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 、そうですね。その女優さんっていうのは、まあまあ、だから付き合ってないんですけど。はい、進むのやめてください。やっぱそういうのって金なんですか。結局向こうがちょっと、はい、見てくれてて。あー、はい、そうなんですか。もう付き合って全然進むやつなんですか。一旦まだ今何ついてるの、関係は。いやだから、はい、ちょっとこれツイッターのアイコンしようしすぎちゃう。10秒だけ、10秒だけ。ファンのフリーでね。でこれほんまちょっと外注戦取ってこの編集。絶対外注戦取ってこの編集。ほんまにほんまにあかんで、お前さん、マジで限定で一回確認させて。いやほんまに絶対あかんで。こんなんだってやばいでしょ。これはすごいですね。普通に裁判、裁判ならんのか、どういう。いやでも名前出したら多分ダメだと思いますよ。名前出したらダメでしょ。さすがにこれは、はい、訴えられる可能性ある。いやいや、訴えられるとか別に、まあまあ、めっちゃ力持ってるじゃん、そこの事務所。事務所は僕どんなか知らないですよ。いや、有名ですよ、僕知らない。まあ、その人は有名っていうだけで、はい、はいはい、まあ、現在進行形なんで。でもこの写真を誰かに送ったってことね。その意味ですよ。その子のこと好き、もしくは僕のこと好きなやつのその意味です。なるほど、はいはいはい、そうでしょ。こんなん絶対、うん、まあ、わかんないですけどね。まあ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 、どんな子やつだ、本当に。確かに。いやいや、その子と仲いいんだよ。そんなに大事なんだよ、みたいな構成やめて。あ、ほんとに。そんな仲いいんだよ。大丈夫ですか。はい。いやー、というわけで今回ちょっとね、YouTuber の闇に近づきたかったんですけどね、まさかこんな身近に人がいるんだ。いやいや、ほんまにそれ、
そう悪いことじゃないんですよ別に付き合うとかそういう関係もそうだよ。そうそうそういう形してそういう形して全く悪いことないんですけど、はい、ただちょっと出てきたいで大物すぎて大物というか有名すぎて。あ、そうです大物じゃないですね、はい、有名ってことです。有名すぎますね。うらやましいなでも本当に。どこまでやったんですか。アルファベット教えてください。アルファベットです。 B